青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは。BJ のウクレレ講座です。今回はですね、マホガニとコアのボディの音の違いということでお話しさせていただきたいと思います。これよく聞かれるんですよね。マホガニとコアってどう違いますかっていう、材質の問題なんですけど、マホガニはどちらかというとイメージ的にボワーンと優しく広がるイメージですね。で、コアっていうのは割とカキーンと真正面に出てくる感じのイメージです。こう、柔らかい感じはマホガニの方が出るのかなというところなんですけども、今回はコンサートと、ソプラノで聴き比べてみたいと思います。はい、これはエルビスのコア材のもの K100C というやつなんですけども、ハワイアンコアの合板です。こういう感じですね。はい、それではマホガニ行きましょう。はい、これは同じくエルビスの、5-0 というコンサートウクレレですね。はい、これは、マホガニでできております。はい、こんな感じですね。はい、それではソプラノを比べてみましょう。カマカですね。70年代のカマカです。70年代前期ですね。もう45年、50年近く経ってるものですね。ただコアっていうのは、いろんな音がありまして、カキーンとする音のコアと、あとはモワーンと丸っこい音と、割とこうバラエティに富んだ音がするんですね。これはどちらかというとマイルドな音がするコアですね。で、ちょっとそのままマホガニに行こうと思ったんですけど、ここにありますこの1本ですね。これはコアロハ。これもハワイアンコアなんですけども、これは割と硬い感じの。ちなみに弦はオルカスです。はい。ですので、カキーンという音よりはちょっとマイルドな音になってます。さっきのカマカもそうなんですけど。はい。はい、次持ってきました。これはマーチンの1960年代のものです。マホガニボディです。なんとなく甘い中低域な感じの音がマホガニの音なんですね。こういう感じです。はい、こんな感じでマホガニとコアっていうのは、音が違います。代表的な材料ですけどね。その他にもいろいろローズウッドとか、メイプルとかいろんな材で作られてるウクレレはあるんですけど、今回は大まかにマホガニとコアの音の違いですね。材質によっても違うんですけども、もわーんと周りに広がる感じがマホガニのイメージで、コアは割と直線的な感じの、イメージがすると思うんですけども。はい、BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音を気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない大事なものはその先にある。すべて目に見えるわけじゃない。何